めての A320。 どんな感じっすか？やけに素直に動くと思ったらトリムが自動で調整されてんのな。癖でマニュアル操作しようとしてコンピュータと喧嘩しそうになったな。アプローチ中に気づけてよかった。初めて A320 を使うのに、いきなりランディングチャレンジを選択するんすね。チュートリアルに追加されてんの知らんかってん。アップデートでランディングチャレンジも追加されてたが、コンテンツマネージャーでアクティブにしてなかったでござる。かなり前の日本と最近のアメリカアップデートを有効化して 20GB のダウンロード。PC 封鎖状態。寝てる間にでもやっておけ、読むの。わぁ、A320 で初めての着陸だったけどまともなスコアじゃね？機体のパイロット補助機能が優秀なんだよ、ボケ。ほんとお前は、ほんとに。世界の珍しい空港を見ていこう。今回最初に紹介するのは、IATA、SDH、ICAO、DFFJ。3、バルテルミー飛行場、セント、バーツ空港、3、チェン飛行場、グスタフ三世飛行場。どれ？どれでもだ。ヒストリーチャンネルの、世界で最も過激な空港、第3位。もうね、見るからに立地がおかしい。アプローチどうすんすかね？知らん。滑走路は方位10と28で、長さは650メートル。海側から着陸して、海側に離陸したらいいんすかね？そう思うしょ。ランディングチャレンジしたらわかるんだけど。山側から着陸アプローチしなきゃならんのよ。なんで？知らん。こっちの方が難しいからか。後で海側からアプローチしてみるべ。とりあえず、ランディングチャレンジよ。丘に沿ってダイブしていいの。スリル満点だな。木に引っかかりそうっすよ。木が木に引っかかりそうだって？はぁ？なんでもない。ダイブしてから引き起こして減速して着陸だな。車輪が折れそうだぞ。かなり強引に行ったっすね。減速が甘かったから機体を押し付けてホイールブレーキだ。これは低スコアだな。ダメージ表現があったらぶっ壊れてそうっすよね。意外と高得点。なんで？スコアの算出方法の問題だな。で、だ。海側からのアプローチを試そうとしたんだが、どえらい強風で流されてしまった。海側もアプローチの邪魔になる山があるんだな。その山の影響なのか、とにかく気流が乱れて危険。アプローチを風の弱い海側から旋回していけばなんとかなりそう。どっちみち、まっすぐアプローチするのは困難なんすね。海側は気流が不安定で旋回侵入。しかも、滑走路はビーチ側に下り坂になってて、海側からの着陸は上り坂に向かう感じになるんだが、ビーチの柵が邪魔でしょうがない。山側とどっちが楽だ？山側は侵入に失敗してもやり直しができるが、侵入中に丘にぶつかる危険がある。海側はオーバーランしたら丘に突っ込むし、風も強めで侵入も旋回しながら。海も山もどっちも難しい飛行場だな。3、バルテルミー飛行場、ICAO DFFJ。滑走路方位10と28、長さ650メートル。世界で最も過激な空港、第3位。次はランディングチャレンジがないけど個人的に選抜。ゲオマン空港、IATA、DOD、ICAO、WMDT。滑走路の方位は02と20、長さは992メートル。先ほど紹介した飛行場よりもさらに制限がある飛行場だ。ターニングパッドは片側のみで、離陸は02、着陸は20に限定されている。こっちの山は高すぎて、さっきみたいには着陸できないっすね。しかし、反対側も山なんだよな。どうすんだよ。そら、海側から旋回侵入よ。ここの空港にはベルジェア航空が定期便を出していたが、2015年に定期便の運航を終了。現在はチャーターに切り替えている。でんでんで。旋回してのアプローチなんだが、これね、12月に撮影してんだけど。何か問題が？ゲオマン島ってね、毎年10月から3月は北東モンスーンの影響でオフシーズンなのよ。つまり？現在、モンスーンの強風に煽られてる。また海側からの強い風に流されてんのか。ゴーアラウンドの判断は早めにしないと間に合わない。正面は山っすからね。あとね、滑走路手前に結構でかい建物があって。写真ではそこまででかくないんだけど、強風の中だと結構怖い位置にあるのよね。気持ち左に寄ってるな。風に流されているのもあるが、修正しての。なかなか過酷な条件っすね。着陸っと。このままターニングパッドまで行って U ターンしてってな感じだな。滑走路は1キロ近いから、頑張れば山側から離陸できそうじゃね。いや、危ないっすよ。逆から飛べよ。何を言ってるんだ。逆で飛べよ。やってやろうじゃねえか、この野郎。いや、普通に冗談じゃないんすけど、目の前の山はどう見たって越えられる高さじゃないっすよ。
やってみなくちゃわからんだろ。やらかしてからじゃ遅いんすよ。なあに、モンスーンの気流を活かして向かい風狙っていけば、できないこともないかもしれないと思うぞ。なんだ一切確証を得られない表現っすね。そろそろこいつの墜落シーンでも見せないと。盛り上がりに欠けるからな。もっと別の方向で盛り上げてほしいんすけどね。覚悟を決めろ。すでに滑走開始してるがな。拒否権すらあったもんじゃないっすね。モンスーンの強風を向かい風に。流されて山側に押されてるぞ。これは厳しい。山にぶつかるぞ。だから無理だって言ったんすよ。フルフラップで山から少しでも離れる。速度が落ちるぞ。向かい風を利用してストールターンもどき、山の斜面に沿って降下して速度を稼ぐ。シュタゲになったらフラップアップ。洋上に出て安定飛行。一時はどうなることかと。それじゃあ山側から着陸しろよ。はぁ、逆から降りろよ。やってやろうじゃねえかこの野郎。いや、あんたら死にたいんすか。君が落ちるまで煽るのをやめない。今から紐なしバンジーでもするっすか。空港の紹介でもしてりゃいいだけなのに、なんでこんな危険な目に遭わなきゃいけないんすか。過激な空港を紹介してんだから過激な内容になるに決まってんだろ。この空港はランキング圏外の割に厳しいからな。あんたがモンスーンの季節に飛ぶからっすよ。ぼやくねえ。ぼやくっすよ。犬がぼやくって相当だぞ。煽ったのお前じゃねえか。とにかく着陸進入開始。いや、もうこの時点で絶望的なんすけど。滑走路は長いからなんとかなりそうだ。それに、こっちからなら速度超過してもそのままやり直せるからな。途中で墜落しなければな。離陸よりはマシってことっすか。いや、山に沿ってダイブしてそのまま地面に突っ込む危険性もあるが。そういうことは黙っておいてほしいっす。もうすぐ地獄に落ちます。地獄じゃなくて普通にランディングしてやんよ。めっちゃ強風に煽られているがな。強引な機種上げと要操作で減速。着陸速度がいつもの 1.5 倍なんすけど。破壊描写あったら車輪取れて胴体着陸してそう。そこまで派手に設置してないぞ。でも、強引な機種上げで主翼にヒビとか言ってたりするかも。ともかく、着陸成功っと。ターニングパッドがないから、滑走路端ギリギリから回らんとな。それでも曲がりきれずにプッシュバックして切り返した模様。無理に着陸するからっすよ。その通りです。ヘオマン空港、アイチャオ、WMDT、方位02と20、長さ992メートル。続いての空港は、イーサフィオルズール空港、IATA、IFJ、アイチャオ、BIS。滑走路方位は08と26、長さ1400メートル。これまた滑走路の延長線上に山があって、旋回してアプローチすることになる。滑走路は長めっすね。ジェットでも降りられるが、リアジェットやサイテーションクラスだけだろうな。エアアイスランドがダッシュ8でレイキャビクとの航路を結んでいる。前回のジブラルタルといい、イーサフィオルズール、レイキャビク。何を意識して空港を見つけたかなんとなくわかった。まあ、きっかけなんてそんなもんよ。それにしても暗いな。紹介するなら日の高い時間にしたらよかったのに。緯度的に無理よ。冬の日照時間の短いこと。夏は逆夜なんだがな。さっきの空港といい、時期を選べと。こういった特徴も癖のある飛行場の条件だからな。何言い訳してんの。前回、悠長に着陸アプローチできない空港って予告したのは猫っすよね。さあさあ、問題のイーサフィオルズール空港へのアプローチです。手のひらドリル。うっせ。ジェットのサイテーションでアプローチしたコースをバロンで辿ってる。プロペラ機なら反対側の山岳に沿ってアプローチしても降りられるぞ。ぶっちゃけ、山にぶつからないアプローチを自己責任で達成しろってだけだもんな。まあ、ゲームならそうなんだけどな。リアル思考なら管制官の指示もあるだろうし。季節に応じた風向きでアプローチを変えることもあるからさ。気候の荒いオフシーズンに突っ込むお前みたいなバカはしねってことだな。今から機外に放り出してお前が死んでもいいんだぞ。あん。おん。いっそどっちも死んだらいいんじゃないんすかね。お、言うようになったな。何の手当てもなく付き合わされたら、不満の一つや二つ出るっすよ。などと言っておりますが。なるほど、アイスランド送りだな。いや、ここがアイスランドっすからね。あちゃー、ネタにマジレスしちゃったー。よくないなー、そういうの。なんすかその、空気読めないやつが空気読めって言い出す展開、のテンプレートみたいな返しは。空気は読むもんじゃない。つうものだ。何開き直ってんだこいつ。それは俺のセリフだと思うが。ストレスをかけすぎたようだな。労災事案。新しいご主人を探した方がいいのかもしれないっすね。そのつもりで家を出たら速攻で保健所に連絡して殺処分してもらうからな。容赦のない脅迫が犬を束縛する。こうして着陸アプローチの冗長な時間を初見殺しの身内ネタで消化するのであった。身も蓋もない。
しかし事実。間もなくランディング。その切り替えの速さは評価してやるよ。どうも。気のない返事に草。猫に褒められてもね。お前はいい子だなぁ。うへへへへへへ。なんだこの茶番。よし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 。うへっへへへへ。イーサフィオルズール空港、アイキャオ、BIIS、ILS なし、滑走路方位は08と26、長さ1400メートル。今回は小型機用の滑走路ばかりだったな。次回はキングファハド国際空港とか行ってみるか。少しはメジャーな空港も入れないとな。メジャーで珍しい空港っすか。メジャーだと珍しいっていうか、特徴的な空港になるよな。そんなん全部やってたらキリがない。とりあえず次回で残り4箇所を紹介していこう。今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオ。エプロンが満車だこれ。駐機場に行け。ほいさっさ。